VL10 またはソ連運輸通信省が1961年から導入した直流電化区間用電気機関車。主に貨物列車圏引用に使用され、ソビエト連邦の崩壊後も含め2005年まで長期に渡り製造が行われた。1952年以降、ソ連各地の直流電化路線には重量級の貨物列車圏引用に 軸配置の VL8 軽電機機関車が導入されたが、鉄道貨物の需要増加は続き VL8 型でも不十分となってきたほか、台車の重量や騒音などが課題になってきた。そこで1960年から飛びり車両工場で開発が行われ、翌1961年にグルジアにおけるソビエト権力樹立40周年に合わせ最初の 車両が出場したのが VL10 系である。軸配置母母の型運転台式車体をつないだに、車体連接式を基本としており、後日の通り試作車と以降の車両では、車体構造が大きく異なる。VL8 型で課題となった騒音や振動を軽減するため、車軸支持装置と台車枠の間には、摩擦式の精神装置が、台車枠と車体の間には、 油圧式ダンバーが設置されている。終電装置は各車体の運転台側に一気設置される。電動機は VL8 型よりも出力を向上させたマイナスニトルコリラを採用しており、フレーム、ブラシ、歯車など主要な部品は交流電気機関車の VL60 型と共用が可能となっている。低速時の制御方式は VL8 型と同様の抵抗制御を用い、 加速ギアの16段目以降は直並列組み合わせ制御に切り替わる。制動装置は空気ブレーキに加え回生ブレーキも併用する。1961年から製造が始まった最初の車種。当初は飛び立車両工場が製造を手掛け、1969年以降はノボチェルカススク電気機関車工場も製造に参加した。 最初に製造された試作車2両は T8 型という形式名であったが1963年に現在の VL10 型形式名が変わり翌1964年から量産が開始された製造年月によって車体構造に変化が生じており VL10 から004から VL10 から018までの車両はルハンスクリーゼル機関車工場製の似て10リットル型 ディーゼル機関車に類似した車体を有していたが、VL10 から019以降は、交流区間向けの VL80K 型と共通仕様の車体で製造された。さらに1972年以降に製造された車両については、車体のエアフィルターが減少した。また、VL10 から012以降は、電動機が保証巻線を追加したマイナスニトルコリラ K1 に変更されている。 1977年までに1907両が製造された。車両番号は製造工場ごとに異なっており、飛び出し車両工場製車両は001-499,1501から1887、ロ18ボチェルカスク電気機関車工場製車両は501-1500、1888から1907となっていた。粘着力を増加させるため、 重りとなるインゴットを装備し、車両重量を増やした形式。それに伴い車軸の強化をはじめとする台車の仕様変更が行われたほか、VL10U-583 以降はメンテナンスの安全性向上を目的に蓄電池が床下へと移設された。車体構造や運転台の部品、主要機器などは VL10 系のほか、VL80 型や、 VL-11 型と共用が可能である。1974年に VL-10 系のうち3両が蒸気の改造を受けて試験運転を行った後、1976年から量産が行われ3両についても VL-10U 型に編入された。ソビエト連邦の崩壊後も長期にわたって製造が続き2005年に アゼルバイジャン鉄道向けに製造された2両まで979両が、飛びリシ車両工場とノボチェルカススク、電気機関車工場で製造された。1984年から1985年にかけて、ソ連北部のノリリスク鉄道向け20両が製造された、改正ブレーキを搭載しない形式。貨物輸送に使用していたが、1999年に、 電化設備が撤去されたことで、ノリリスク鉄道の運用が終了し、一部がスベルドロフスク州の路線へ移籍した以外は、廃車された。チェリャビンスク電気機関車修理工場で改造が行われた車両。車体の連結面側に運転台が設置され、両運転台式機関車となったほか、電動空気ブレーキや電気暖房装置など、客車列車牽引に適した改造が施された。 また車番変更を経ずに、同様の改造を施した車両も存在する。チェリャビンスク電気機関車修理工場及び、飛び立車両工場で近代化、延命工事が施行された車両。運転室の制御装置が CMTS に基づく ETOX h c 電子制御システムに変更されたことで車両の総括制御が可能となり、車体を切り離し別の車両に増結する三車体。 連結編成が可能となった。また、全面形状の改造も実施されている。VL10 から777は2000年代初頭に、南浦ル鉄道支社の事業用車となり、2車体のうち一方の車内のエンジンなど主要機器が撤去され、椅子やテーブル、窓を備えた電車に改造された。職員輸送用車両に使用されたが2013年に、客室から発生した火災により、 廃車された。VL10 型を元に両運転台化、近代化改造が実施された形式。ジョージア鉄道向けに14両、ロシア鉄道に1両が導入され、主に旅客列車で使用されている。1990年代に南ウラル鉄道支社で生じた旅客列車不足を解消するため、当時余剰となっていた VL10 型を活用しに車体の中間に、 ER2K 電車の中間車を連結したウラルと呼ばれる編成が1998年以降に編成導入された。また2000年以降は v l 1 0系の中間に ED2T 型電車や EDQT 型電車と同型の付随車を連結した編成が登場し、こちらは ED2 型という形式名が付けられた。これらの編成は2006年まで使用され、以降は VL10 型は貨物用に復帰している。VL10 型と VL80 系の間に ED4、MK 型と同系の付随車を10両挟んだ、高直量用列車。2001年に編成が組まれ、モスクワ近郊での導入が予定されていたが、試験結果が思わしくなく、運用につくことなく、廃車となった。ありがとうございます。